アフリカツインはホンダ技研工業が1988年から製造・販売している大廃棄量のアドベンチャーツーリングオートバイのシリーズであり、またその商標である。オフロード走破性能に優れ、かつ快適な高速ロングツーリングも可能である。一般的な荒い分類法ではデュアルパーパス車に分類することもできる。もともとはダカールラリーで ホンダが連勝を重ねていた競技用の車体や諸技術を市販車にフィードバックするためのモデルとして開発、製造、販売された。外洋アフリカツインと呼ばれているオートバイの歴史を2021年時点で振り返ってみると大きく分けて以下の4世代のモデルがあり以下のようにエンジンのタイプが大きく変化した。その他にも XRV-CRF と世代が変わった。 段階で燃料供給装置、変速機、前輪サスペンションなど、スペック的に大きな変更がいくつもなされている。モデル別解説、初二2021年時点では、新車としては CRF1100 リットルアフリカツインが販売されている。ヨーロッパ市場では1980年代頃からアドベンチャーツーリングと呼ばれるタイプのオートバイの需要が高まりそれが、 現在まで続いており、このアフリカツインの主な販売市場はヨーロッパである。NXR750 誕生の権威1980年代、ホンダはパリダカルラリー二輪部門で NXR750 を用いて1986年から1989年に 4連勝した他1989年から1990年には最も市販車に近い状態で競うマラソンクラスでも2年連続優勝するなど輝かしい連勝を重ねておりなおかつ1980年代後半には世界的に見てダカールラリーへの人々の情熱が最高潮に達していたのでホンダはダカールラリーで得られた技術を市販車市場にフィードバックすることを企画 こうして、ダカールラリーで用いられた車体や技術をもとに、市販用レプリカモデルとして、アフリカツインが開発、製造。アフリカツインアフリカツインという名称に込められた意味と、その扱い。初代モデルの世界市場向け仕様は、長い名称で呼ぶ場合は、XRV650RD03、アフリカツインと呼ばれたが、XRV の方が社名という扱いであり。 アフリカツインをペットネームとして扱った。アフリカツインアフリカツインという名称は、アフリカとツインに分解できるが、アフリカの広大な荒地や砂漠なども走破できるというイメージを込めて、アフリカアフリカという言葉を入れ、日筒エンジンホンダコレクションホール所蔵者、形式名 RD03。1988年5月12日発表、日本では、 同月20日に500台限定で発売。排気量 647cc の RC31E 型水冷4ストロークサイチェシー3、バルブツインプラグ52ドバンク V 型に気筒エンジンは、ブロスに搭載されていたエンジンと同型であるが、キャブレターなどのセッティングを変更し、最高出力 52PS、7500rpm、最大トルク 5.7kgm、6000rpm とされた。 フレームは、角型断面のセミダブルクレードオル型。サスペンションは前輪を、エアアシスト機構付けテレスコピック。後輪を、プロリンク式スイングアームで圧縮側減衰特性が、可能な調整リザーバータンク付けショックアブソーバーを装着する。RD04 型、編集多機能式、デジタルトリップメーター海外向け輸出仕様1990年2月20日、発表。 同年3月20日に500台限定で発売。排気量を 742cc にアップさせたモデルチェンジ車で RD03 型からは以下の変更を実施。1991年モデルは同年3月にマイナーチェンジ扱いで発売。1992年モデルは同年3月27日発表、同月28日に150台限定で発売。 ウィンカーへのポジションランプを内蔵するとともに多機能式デジタルトリップメーターを搭載した RD-07 型編集アフリカツイン2000年モデル海外向け輸出仕様1993年3月22日発表同年4月12日に300台限定で発売主にフレームや外装パーツを変更したことよる RD-04 型からのフルモデルチェンジ車で一家の 変更を実施。エンジンは r d 0 4 e 型からキャリーオーバーでスペックに変更はないがエアクリーナーボックスの容量を5.47へアップしたほかキャブレーターも VP 型へ変更となった。なお本形式では以下のマイナーチェンジが実施された。2000年のマイナーチェンジをもって 本形式は生産終了となったが、日本での販売希望価格については1993年の発売開始から一貫して89万円とされた。CRF1000 リットルアフリカツイン2013年に一時途絶えていたダカールラリーへのワークス参戦を復活させたことから、かつての本シリーズを彷彿させるモデルの開発が決定。2014年のミラノ賞にイメージモデルとして、 スルーアドベンチャーを参考出品。2015年5月に新型モデルを CRF1000 リットルアフリカツインとアフリカツインをペットネームにして製造販売することを発表。同年12月よりヨーロッパで先行発売された。日本仕様は形式名 EBL SD04 として2016年2月12日発表、同月22日発売。トランスミッションは 通常のマニュアルトランスミッションの他 DC-T 使用者がラインナップされた。本 CRF シリーズで採用されたユニコムバルブトレーン並びに270度位相クランクシャフト、クランクケース、内蔵オイルタンク式ドライサンプ構造による排気量 998C の SD04E 型水冷4ストローク4バルブサイチェシー並列に、 気筒エンジンを搭載するが、スペックは先行発売の欧州仕様とは若干異なる。車体デザインは旧モデルをイメージしつつ刷新されているが、シート高2段階調整機構、ETC 車載機のほかオフロードでのリアブレーキテクニックに対応するため、後輪のみ、ON、オフスイッチ付け ABS3 段階オフに設定、可能なセレクタブルトルクコントロールパーキングブレーキを 標準装備する。カラーリングは以下の3パターンが設定された。2017年2月13日発表、同月14日発売で以下のマイナーチェンジを実施。2018年2月26日発表、同年4月2日発売で以下のマイナーチェンジを実施。以下のバリエーションを追加、c r f 千リットルアフリカツイン、アドベンチャースポーツ初代モデル x r v 百五十。 生誕30周年を記念したモデルで以下の装備変更を実施。このほか従来モデルを含み以下の改良を実施年間販売目標はシリーズ全体で800台、年で本マイナーチェンジよりドリーム店のみでの販売となる。形式名に BLSD10。搭載エンジンが先代の SD04E 型の内径。 X 工程が 92.0X75.1 から 92.0X81.4。排気量 1082cc。最高出力 102PS、75kW、7500rpm。最大トルク1 0 7 k g ス m 105nbm、10 6250rpm の SD08E 型への変更を伴う。 フルモデルチェンジとなったため社名も CRF1100 リットルアフリカツインとしたモデルで2019年10月23日に発表された。また、先代の SD04 型からは以下の変更を実施。また、全長 20mm、全高 50mm ホイールベース 20mm 短縮並びに車重5 k g の軽量化を達成しており、海外向け使用車を含め、 ヨーロッパ地区排出ガス規制ユーロ5に適合する。ラインナップ3種並びに、車体色3種が設定され、それぞれマニュアルトランスミッションと DCT を選択可能としており、消費税10%込みの希望小売価格を含めると、以下の仕様になる。CRF1100 リットルアフリカツイン燃料タンク、容量18リットルの標準車。CRF1100 リットルアフリカツインアドベンチャー。 スポーツ燃料タンクを24リットルへ増量した上で手動で高さと角度が5段階に調整可能なスクリーンバン区画に応じて3段階で照射範囲を自動変更するコーナリングライトアルミセリアキャリアチューブレスタイヤを装着するモデル CRF1100 リットルアフリカツインアドベンチャースポーツ ES アドベンチャースポーツをベースに走行中のサスペンションストローク速度 イムから検知する車両状態、車速に応じて瞬時に減衰力を最適化する昭和製電子制御サスペンションエラーを装着したモデル。発売日は標準車並びにアドベンチャースポーツが2020年2月14日電子制御サスペンションを装着するアドベンチャースポーツ ES が2019年12月13日とされた。また本モデルは シリーズ合計で1300台、年でドリーム店のみで販売される。2019年12月12日には、同日より2020年5月31日までの限定受注で、サスペンションストロークを延長した S タイプを、標準車並びにアドベンチャースポーツ ES のマニュアルミッション車、DCT 車にそれぞれ設定し、価格据え置きで2020年4月17日に、 発売することが発表された。ホンダ技研工業公式 HP BBB The History。ありがとうございます。